そう、お前は知らない。じゃあなぜ危険を冒してまでここにたどり着いた？あの女に惚れたってことか？まさかな。お前が俺の何を知っとんねん。俺が人助けたらあかんのか？そうカッカするな。なんであれ彼女を助けたい一心だな。わかった。お前の気持ちを踏みにじる気はない。だが今は東条会の未来を左右する重要な事態だ。すでに多くの血も流れてる。もしも生半可なヒーロー気取りで首を突っ込んでるなら受け入れがたい。お前の覚悟を知っておく必要があってな。ずいぶん物騒なやり方やの。で、確かめた結果はどないやねん。俺は慎重派でね。結論を出すにはやはり自分の手で確かめないと気が済まないんだ。真島、もしも命を懸けて牧村誠を守る覚悟があるなら俺を倒してみろ。そしたら誠の行方を教えてくれるんやな。ああ、二言はない。あんたのやり方に従うんは尺やが、俺も手っ取り早いんは言葉より拳や。ええやろ、やったるわ。お前の覚悟を見せてもらおう。
どうや、満足か。ああ、お前の牧村誠への覚悟、痛いほど伝わった。ほな、さっさと言え。